皆さんこんにちは、ネコニラでございます。ですね、また13くらい開けていくんですけど、13くらいだね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。これはね、だから2月の26の金曜日にユニバーサルカップをね、刺しに行った時の13クリです。でね、キラ出ねえな、硬いの来ないなとかつって、100円の追加で出すやつをやりながらやってたんですけど、よーくね、ちゃんと調べたらね、誰だっけ？あ、出る。これね、これ強そうでしょ？これカバーリング重視じゃねえや、セーフティーディフェンス？これちょっと僕注目してるんですよ。強そう。キラ出ねえなとかってさ、なんか出てたんですよ。全然予想だにしない中間で無駄にね、300円ぐらいね、まあ500円、500円の店なんで、無駄に300円ね、お店に投資した感じですね。キルロ、これ論破でしょ、これいいよな。4クレ目、まあ僕はユベント縛りでは12、13のキルロ論破のあれ使ってますけどね。はい、トマスピナ、これもよう出るな。しかし5クレ目カンセロ、6クレ目、あ、これだ、これこれ、ここで出てんのに出ねえな出ねえなとかつってなんかやってたんですよね。まあ僕の最強力なんてそんなもんですよ。ジュビッシー、これもちょっと気になってんだよな。7クレ目、8クレ目か。あ、ブロゾビッチ、もうブロゾビッチも出るな。なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、やっぱね、12、13のリヒトシュタイナーはやっぱあれおかしいですね。バケモンだわあのカード、アドリアーノ。やっぱ他のをこう自動バラップするカードと比べてもちょっと異常に強いですね、あのカードが。で、まずディフェンス値がね、15あるんですよ。その時点でもうほんと普通にサイドバックできるじゃないですか、4枚の15あれば。はい、チェンバース、もう見たことある流れだな。これが11クレ目か。香川、もう見たことある。もうリヒトシュタイナーは他のね、こう、まあ15、16縛りでラームのねキラを右で使ってますけど、もうラームとか比べもなんないぐらい強いですもんね、12、13のクローリヒトシュタイナーは。なんだろう、有名なんだろう。はい、見るな。で、これがラストの13クレーですね。よいしょ、ファルケ。で、これがお堅いカードです。まあこの後チャンス配列だったらちょっとどうしようって感じなんですけど、まあしょうがないですね、そればっかりは。もうさ、この時点でさ、リアーノって見れてるじゃないですか。こんなリアーノなんてつく選手、僕ブラジルのアドリアーノとブルーノソリアーノしか知らないですよ。もう4枚目4枚目だよ君つらこのあと、このあとまた POI ポグバだったらどうしよう。まあまあしょうがないですね、1枚持ってるし。もうソリアーノ4枚目ではサブアイミにね入れますけど、コードはこれ出すぎじゃない。しかしながらね、能力は非常にいいんですよ、ディフェンス15だしね。はい、というわけで今回はブルーのソリアーノ4度目のこんにちはありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。